第7回ファイロファックスを使おうその2、今日は、中身のセットアップを紹介します。皆さん前回の見ていただいてありがとうございました。ファイロファックスを皆さん使いましょう。もう早速入りますよ。今日は中身なんですが、僕のまずセットアップをご覧いただいてからですね、後で一般的なセットアップを見たいと思いますけど、僕は3種類のカレンダーを使っています。1種類目がこのマンスリービューって言って、一度に1ヶ月を見渡せる、バンとこれ開いたらバンと月の予定が見えるので、こう何月何日にしようかとかいう時にはこのページを開けます。ここにクリップがありますので、上からこう見てここに手をかければすぐに開きます。ペラ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 どこやったっけって見る必要ないですね。まあここにねタブがあるんで、でもお分かりのように8月にはここにタブがあるので、ここを持ってオーガストを持って開くと9月が開いてしまうというね、ちょっと騙される感じ。こっちから見る場合はオーガストをの上に手を置いてバンとめくらないといけません。でそんなのめんどくさい系ここにつけてやってます。でもうペラ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 めくるのも嫌なんで、前のところと合わせて一度にパンとくるようにここにクリップ止めて言えば、こうここ一気にここに来ますよね。はい、次に、見るのはウィークリービューですね。ウィークリービュー、1週間の様子がこれでバンと見渡せます。今週何せないかかなっていうプランをね、具体的に立てるときにここを見るんですよ。いつこれができるなとか見るとき、ここだともう本当に大まかなことしか書いてないから、とりあえず予定を相談するときはここを見て、で週の予定を立てるときはここを見ます。そして例えば例えばっていうか、この日の詳しい内容を見たいときには、今度はデイリービュー、デイリービューのところに僕はこのページファインダーをつけているので、ここを持って開ければ一気にそこに行きます。これはおとついの予定ですね。この日は、まあ、大したことないですけど、この日の前の日がもう死ぬほどもうパンパンに迷って、これね左側がちょっとここは見せられないかもしれないんで、左側にこの朝8時から夜8時までの予定、僕ねこのアポイントメント形式のこれじゃないとダブルブッキングよくしてしまうんですよ。なので何時に何があるとかいうのをこういうふうに、書いていくっていかないと、まずいと。で、こっち側に、その日にやるべきことを、まあ、細かいのでかいのを含めてでも書きます。これが僕のカレンダー、月週日という、で、月と週は1年分入れてますけど、日はね全部入れるともうすぐかさばるので、その月と前の月とあと1ヶ月、まあ、この3ヶ月入れています。ちょっと足りないんですよね本当、2ヶ月後まで入れたいんですけど、前の月は自分のルーチンをこう確認するときに振り返る必要があるので入ります。はい、これがカレンダーで、ここからがプランのページとかトゥードゥのページですね。まずあるのがパーソナルトゥードゥ、ちょっと見にくいです、見にくくなってますけど、後ろいろいろ入れすぎて、ここは、このタブで来るんですけど、
まあ細かい自分のやるべきこと含めて、お前もちょっと撮ってますけど、ここに書いていきます。それが終わったら今度はクエストですねって書いてますけど、これは自分の仕事でやらないといけないことをまとめています。一つの割り当てられた仕事がとかよく起こる仕事が、あるので、それごとにテーマごとに色を変えて書いています。これ紫は外国語活動関連で、このピーチ色って呼ばれてますけど、このピーチは学外の仕事、外国活動以外の学外の仕事を書いてます。でこの青は講座内のある仕事、そしてこの緑も講座内の別の仕事、黄色も講座内の別の仕事で、ちょっと割り当てられているものが、でメモが必要なのがこんだけ、まだ仕事あるんですけど、まあメモが必要なものだけここに入れています。でこれがこんだけあります。結構これがね、もうどんどん増えていきそうなんですよ。だから入るかな。で最後にブレインダンプって書いてますけど、まあ自分の本当にパーソナルなメモ用、ここはもうこのクリップで、マグネットクリップでまとめていますけど、ここ見てください、バースデーずっと書いてますけど、記念日とか忘れたくない日をこう書いていきます。誕生日とか、まあ何にも書いてないですけど、こう書く予定なんで入れてるんですけどね。毎年これ使い回しできます。で次は僕のボキャブラリーページ、YouTube とか本とかから拾った表現、こんな言うんやんってメモしています。ちょっとこの色がゴールデンイエローのこのピン、黄色の色がこのページで切れてしまいました、僕の在庫。なので、ピンクに新しく変えています。この色がいいんですけどね。そしてここは自分の読みたい本、欲しいビデオ、DVD なんかを書いています。まだ今これ2つしかありませんけど、別のバインダーにたくさんあります。でこれは YouTube 上で、 YouTube じゃあ Facebook 上で知り合った仲間とのあの郵便ペンパル的な、めっちゃ楽しいですこれ。でこれをその時にあげるプレゼントとかの、リスト、まだちょっとここにちょっとしか書いてないですけど、で、ペンテストのページで、これちょっと控えの紙が1枚しかなくて、ちょっとこう足しとかんといかんのですけども、これ以上足すとね、あれなんですよね。はい、もういっぱいいっぱいで、ここにこれつけてますけど、こういうものをここに入れてますから、ガタガタならないように下敷きとしてこれを、そうするとこの上からでもこう普通に書けます。このフライリーフがないとボコボコデコボコになっちゃいますね。これよく使うんです、このフラッグ、そしてステッカー、シールなどここに入れています。以上ですね。これが僕の中身なんですが、皆さんがきっとファイロファックスを初めて買うと、これを例にとりますけど、これカメレオンの、この種類のレア色、スプリンググリーン。これまだアマゾンの中にはあるみたいですけど、売ってますけど、在庫があるみたいですけど、普通は、この、Week on Two Pages っていう、見開き2週間のこのページがついてきます。これはね、たまたま見てください。これ、イタリア語バージョンがついてきて、やったーってなってたんですけど、ルネディ、マルテディ、メルコレディ、なんかイタリア語が書いてちょっとかっこいいですよね。普通ここ英語なんですけど、5カ国語書いてます、普通は英語メインに。これは英語バージョンと違ってうっすらと罫線が入ってますね。これイタリア語バージョンの特徴です。イタリア語バージョンの時は何ですか ?4 月25日がフェスタって書いてありますね。イタリアのなんかフェスタあるんでしょうね。こんな見てて楽しいですね。まあいいや、それはいいとして、普通入ってくるのは
これイタリア語バージョンじゃないですよ。あの5カ国語バージョン、英語メインの5カ国語バージョンの見開き2週1週間と、このタブ6つがついてきます。このマニラフォルダーの、マニラ、フォルダーに出てきてるこのタブが6つついてきて、トゥードゥがついてきて、色ページがね、3枚ずつぐらい、6色、これ何色 ?1、2、3、4色ですね。このラベンダー、薄いラベンダー色が綺麗でしょ、がついてきます。そして、連絡先、まあ最近はね、これを全部自分のスマホとかに入れて使うので、多くの人はこれを本読んだ本の記録とかに使っているみたいです。そして A to Z タブ、 A から Z までのタブ、これが10何枚あるんで、これ見てください。だいぶこれだけでスペース取るんですよね。もう住所録はいらないから、これをね、例えば自分の好きな本について書きたい、入れておきたい人は、例えばこのブックだから B のページに入れたりするというような使い方もあるみたいなんですが、僕このページいらないです。だけど題してこのようなセットアップで来てきますので、皆さんは自分の好きなインサーツ、リフィルを入れて、自分なりにカスタムできます。ホールパンチですね、こういうものがあれば、どんなものでも穴を開けて、これで穴を開けてここに入れられますから、自分で作ることもできます。いろんな使い方がありますので、自分の好きなスタイルに、変えられます。次回は、紹介するのは、例えばFirefoxをもっと楽しく、できるこうアクセサリーね、クリップとか付箋、ステッカー、ペン、そんなものを紹介したいと思います。じゃあ皆さんもファイルファックス使いましょうよ。今日も、10分超えですが、見ていただいてありがとうございました。